こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス、はい、スターホースポケットプラス始めていきましょう。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。ではやっていきますか。片を出すか。ベストバ体重は456キロだったはず。残り14周ですね。今2月4周、金庫賞とかかな。お数馬なんで中山牝馬ステークスは出れません。金庫賞で出ましょう。中山記念という手もあるな。仲間いいコース、得意なコースですからね。差し戻します。バッチリだね。嬉しいか。よしよし。はい、何です。関東なのかな、関西なのかな。遠征言うけど、そうそう、レースに出られますね。来週ぐらい出してあげましょう。ちょっと調子落としてる。ねえねえ、距離適性がアップしました。そんな感じ。456のままだよね。かな。はい、何です。これで金庫賞に出したいと思います。普通だったらここで大阪杯出るんですけど、間に合わないだろうな。誰に代わりに乗せたっけ。あ、エビが乗せた確率かな。中京競馬場金庫賞に出走です。一番人気だね。 2.6倍、一番人気。ただいまより投票受付を開始します。ダノンスパシーバに一つ取られた以外は全部20丸。他ダノンバラード2番人気ですね。コロンバスサークルは4番人気ですが、印がありません。遠心 G ラインとか名称関白とかいますが、どうなるんでしょうね。
ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。エイシンGラインがかわしていきました。これと一緒にダンツポーテ6番ビッツイスター、それから新名富士、その外からは8番ヒットザターゲット、そしてその後ろから7番コロンバスサークル、11番ダノンバラード、ほとんど馬体が合っています。スマートギア1番人気の10番カタノダスカ、エビナ騎手、どのあたりで動くんでしょうか。その内からは名勝関白、その後ろでやりましょうか、ダノンスパシーバオールワズワン、これがしんがりであります。もう一度整理しましょうか。先頭は依然として2番エイシンGラインダンツポーテイ、その後ろ3馬身くらいあって6番ビッツイスター、そして4番手に新名富士でやります。外を通りましてヒットザターゲット、さあ第3コーナーに差し掛かります。それからコロンバスサークル、そして外からはダノンバラード、ちょっと離れて3番スマートギアでやります。4番名勝関白、徐々に差を詰めます。カタノダスカ、この馬の勇姿を見ることができるのもあとわずかです。中京のスタンドが揺れています。カタノダスカ直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はエイシンGラインが一馬身リード、名勝関白が差を詰めてきた。3番手に名勝関白、名勝関白が2番手、名勝関白、ここで先頭に躍り出る。カタノダスカが差を詰めてきた。カタノダスカが3番手、名勝関白が1着でこの番を通過。そして2着は際どいぞ。なんとか2着はキープしたが負けてしまいました。惜しかったね。ペース遅すぎる。4番2着当番。馬がレースから帰ってきたね。はい、何です？ということで牧場へリラックスさせましょう。6キロか。ここまでは結構馬体重増えますね。二着は本当多い。いい感じだね。いや、もう出走してもいいんですか。いい感じだね。はい、何です？どこを遠征というんだろうかな。体重はバッチリだね。
目黒記念は微妙に距離が長い。翌週長尾記念にしておきましょう。調子はいいまま、よし。出発力、スタミナ、調子改善。体重はバッチリだね。穏やかすぎるのは良くないかな。いい感じだね。なるほど、記念行ってみましょう。でも安田記念あたりでも面白いかもな。なんか G1 にしてはメンツ軽いような気がする。はい、一発勝負行ってみましょうか。ここで勝ってほしいね。なんと一番人気。ただいまより投票受付を開始します。20丸2つ付いております。シルポート、サダウパテック、ストロングリタータイプ。なかなかここまでパッとしないとこですがね。大激戦。枠5番、果たしてどうか。クラシックの興奮冷めやらぬ府中の森、安田記念、いよいよスタートです。さあ飛び出した12頭。スタートの悪い馬がいますが、12番ラッキーナイン、さあ何が行くのか。7番コスモセンサーが上がってまいりました。6番シルポート、この辺りちょっと離れている。リアルインパクト、そして内からはガルフォ。10番ドナルブルー、内を通りまして2番グランプリボス、カタノダスカ、アパパネがそのうちにいます。ラッキーナイン、サダムパテック、そしてその後ろから8番ストロングリターン、それから離されましてグロリアスデイズ。流れるようにレースが進んでおります。順位が入れ替わっておりまして、先頭はシルポートであります。その後ろ3馬身くらいあってコスモセンサー。府中のスタンドが揺れています。さあ先頭はシルポートが粘っている。一番内シルポートが頑張っている。さあこの場は逃げ切ってしまうのか。ガルボが3番手先頭、うまきとシルポート懸命に手を動かして、松岡とコスモセンサー、2番手にコスモセンサー、先頭シルポート、しかし差はそれほどでもない。捉えるか、ランプリボス、ストロングリターン懸命に追う。さあ一騎打ちになるのか。2頭の争いになった。ランプリボスまだ粘る、まだ粘る。1着ランプリボス、3着にも入れないよ。気を取り直して次行こう。1着2番2着1番3着、ジジイとしか伸びないよな。8番、馬がレースから帰ってきたね。ちょっと聞いてよ。いい感じだね。いい感じだね。で放牧ですね。やっぱり無理か。 G1 この馬にはモチベーションが急激に落ちる。ね
ちょっと聞いて。はい、何です？まあこれね、次回でおそらく引退だと思いますが、ちょっと G1 の出走は無理ですね。ねえねえ、はい、ということで次回、片尾出すか編最終回となります。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です？はい、というわけで、ここまでしたいと思います。金牌は勝ったけど、その後がパッとしない感じかな。実は G1 で勝負をかけたんですが、結果はなかなかっていうとこでしたね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。はい、何です？